嫁です。今日はですね、毎日お仕事行って動画を撮って動画を編集していっぱい頑張ってくれてる隊長、きっと疲れが溜まってると思うので、私はそんな隊長を癒してあげたい、なんとかして疲れを取ってあげたい、嫁の力で癒しマックスにしてあげたいと思いまして、今日は体調を設定、嫁が癒す企画をやります。せっかくなんで体調にやっぱりね、喜んでほしい。だから私、体調に私がどんな服着てたら嬉しいか事前にちょっと聞いておきました。ねえ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 、おはよう。ねえねえ、おはよう。ねえねえ、おはよう。ねえ、私さ、スクミズセーラー服、メイド服、何着てたら嬉しい？何のコスプレが嬉しい？スクミズセーラー服、メイド服、どれどれ？メイド。メイド？メイドね。オッケー、ありがとう。おやすみ。はい、安らかに眠れ。はい、というわけでですね、隊長は私にメイド服を着てほしいということで、今日はメイドさんになって隊長を癒してあげたいと思います。じゃあ早速着替えてきますので少々お待ちください。はい、メイドさんの服に着替えてきました。なんかちょっとデジャブなんだけど、このセリフ、これね、ちょっとね、リフレっぽくね、マッサージチェア感出そうと思ってそれっぽい椅子を用意しました。あとね、下着ね、ちょっと今映ってないけど、こう足乗せるね、スツールもあるんで、だいぶね、メイドリフレのお店感が出てるんじゃないかなと思います。じゃあ隊長の帰りを待って、帰ってきたら存分に癒してあげたいと思います。おかえり。なさいませ。なんかやるって言ったっけ？え、なんかやるって言ったっけ？我が家は今日はメイドリフレです。メイド服着てほしいって言ってたでしょ。あ、え、そんなこと？え、メイド服着てほしいって言ってたでしょ。ちょっと記憶にはますが、まあ証拠部位は残ってるから。そうですか。まあ別に嫌いじゃない。嫌いじゃない。私嫌いじゃない。嫌いじゃない。私嫌いじゃない。むしろありがない。むしろありがない。ナマステ。ナマステ。え？いいじゃん。さあ。え？こちらにお越しください。え、ちょっと待って、怖いな。え、パイ投げするの？パイ投げじゃない。パイ投げじゃない。メイドリフレです。あなたを癒します。これいいんですかこれ？あなたを癒します。いいんですかこれ？癒しのメイドリフレです。マジで？いらっしゃいませ。おお、始まった。なんか始まったぞ。おいおい、なんか始まったぞ。メイドリフレでもお帰りなさいませっていうのかな。いや、拙者は知らないでござるよ。拙者も知らないでござるよ。拙者知らないでござるけど、多分そうだと思います。え、ちょっとこれ大丈夫？これ YouTube でやってもいい？いい感じのやつ？やってもいい感じのやつ。やってもいい感じのやつ。やってもいい感じのやつです。拙者ちょっとエッチい気分になってきたぞ。あ、そういうのではない。そういうのではないです。あ、そういうの、あ、なるほど、そういうのではない。あ、なるほど。では準備してまいりますので少々お待ちください。はい、わかった。いや、一体ね、何が待ってるんでしょうかね。はい、気になる。ん？今日ご紹介するのはこちら、アイリフグラス。アイリフグラス、東和産業さんから出ております、目のリラクゼーションアイテムでございます。目です。あ、目なんだ。あ、目です。なんだ。あ、拙者てっきりこうかと思ってしまったでござる。今日は隊長の目を癒したいと思います。こちらのですね、アイリフグラスなんですけど、
振動と音感で、目を癒します。で、モードが4種類ありまして、睡眠モードとながらモードとリラックスモードと音感モードがあります。で、しかもこれ USB で充電して使うので場所を選びません。で、寝ながら使ってる時ってどうしてもうとうとしてきちゃって寝ちゃうことあるじゃないですか、こういうのって。でも大丈夫なんです。自動電源オフ機能がついてます。こういう目を癒すアイテムってよくあるのが、この目にカポってやって何も見えなくなっちゃうですけど、これなんとグラスタイプなので、こうリフレしながらいろんなことできるんですよ。スマホもいじれるし、動画も見れるし、本も読める。すごくないですか？すごい、すごいですよね。すごい。じゃあ早速隊長に使っていただきたいと思います。いや、いきなり商品紹介始まってびっくりした。あ、今説明書読むやつね。いや、違います。違います。私はもう完璧に知っています。完璧に知っています。完璧に知っています。ものすごく今説明書を今熟読してる感じがあるんですけど、はい、ええー、お客さんメガネを外して、はい、はい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 、かけますよ。はいはい、なんかわっおーだだだだだだだ、あ、ちょっとボイン、あ、すごい、ちょっと待って、え、ちょっと待って、ちょっと待って、これ、え、我、泳、え、これ泳ぐのも、え、これ完全にこれプールのやつやん、はい、いや、プールのやつじゃない、完全にプールのやつやん、これ、プールのやつじゃない。で、何モードがいいですか、今日は。え、な、何モードがあるんですか。音感とリラックスとながらと睡眠です。あー、ちょっとリラックスしたいですね。リラックスしたいですか。はい、リラックスしたいです。リラックスと、リラックスだと、リラックスだと、リラックスモードは弱振動から強振動のランダム駆動になってます。せやかて駆動。え、怖いんですけど。あ、動いた、はい、動いた動いた動いた。うわー、なんだこれ。こうね、振動がランダムで目に来るようになってます。わ、すごいすごいすごい。うわ、めっちゃ震える。日々のめっちゃ震えるんだけど、日々のお疲れの目に、すごいよ、効いてますか。あー、気持ちいい。よかった。あー、すごい、このうわー、このね、ランダムで今こう触れて、なんか触れてんだけど、このバーって長押しがやばい。長押し、長押し、長押し、うん、なんか すごいうわーって振動する一瞬があるんだけど、その時もうすごいエクスタシーって感じ。エクスタシー、うん、エクスタシーって感じ。エクスタシーって感じ。そうそうそう。あったかくしてみていい。あ、あったかくしてみていい。お、モード、今あったかいモード、これ今あったかいモード、今、あ、あったかくなってきた。すごい、すぐあったかくなってきたよ。あったかいモード、あ、すごい。疲れた目はじんわり温めてあげるのが一番いいと思うんです。すごい、この熱すぎずあったかすぎず、ん？ん？同じこと言った、同じこと言った。同じこと言った、同じこと言った今。暑すぎず、暑すぎず、ぬるすぎず。ああ、それです。こうメガネみたいなタイプなので、あのよくあるアイリフレのこういうなんかサイクロップス先輩みたいなのじゃないので、本読んだりとか、こう皆さんと目を見てお話できたりとかするんですよ。これかけながら、これかけながらだったらね、いいね。でも待って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 、眠くなってきた。寝れそう？もうめっちゃあったかいぞこれ。わかる、私もそれやるとね、とこれ寝る、すぐ寝る、秒で寝る。え、何これ、使ったの？使った。いいな、もっと早く言ってくれよ。これすごいあったかくなるね。そうなんですよ。お布団でよくスマホを触られる方多いと思うんですけど、ね、うん、ね、多いと思うんですけど、お布団でこれかけてスマホいじりつつ寝落ちができる。素晴らしいな。素晴らしいアイテムです。自分熟睡いいっすか。ダメでーす。ダメです。お客様、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 お時間です。お客様、延長料金取りますよ。
延長料金100万取りますよ。おはようございます。おはようございます。ご購入は概要欄 URL よりよろしくお願いします。お願いします。現代人の目の疲れにアイリフグラス好評発売中。あられちゃんみたい。面白すぎなんですが。これはいいぞ。いいだな、これ。なんかね、小顔効果がすごい。本当？小顔効果がすごい。いや、これいいぞ。すごい。あったかい、じわってあったかいの。寝るわ。おやすみなさい。皆様最後までご覧いただきありがとうございます。今回ですね、紹介した商品のプレゼント企画がございます。東和産業さんから出ております、アイリフグラス、同じ商品をですねプレゼントいたしますので、皆さんたくさんコメントお待ちしております。よろしくお願いします。